1限目魔法講義。1限目は声の魔法講義です。毎回ゲスト声優さんを招きして声の魔法の秘密を講義形式で教えてもらいます。今週のゲスト講師は先週に引き続きこちらの方です。どうも、神田明美です。よろしくお願いいたします。さあ、先週もあっという間に時間が過ぎて、いろんな話をわーわー盛り上がってたら、もうあっという間に時間が過ぎてしまったんですが、今回はさらに先週より踏み込んだ、なんでしょう、実技的なといいますか、込み入った感じでいろいろと教えていただきたいなと思っております。それでは神田先生お願いします。はい、私神田明美の声の魔法はこちら、クロスジェンダーボイス。これ直訳すると、あの、性別がクロスしちゃうみたいなことですよね、はい、いや、ぴったり。ここで言い換えてみようかなと思っております。はい、男の子女の子って言ってもね、まず性別ですけども、かんちゃん年代も、まあそうですね、ただせっかくなので同じような小学生の男の子と小学生みたいな女の子みたいなのがいいのかな、いろいろありますけどね。どうしましょう、湘南、湘南、ね、湘南にしましょうか。湘南よくわかんないけど、いやでも我々ぐらいですよね、ちゃんとやるでしょ、小2と小3とかって本当に言われるね時ありますよね。32歳にしてくださいとか、それだと32じゃないからやっぱ36でみたいな言われますね。全然あるよ。ある、そうなんですか、うん、ニュアンスなんだけどね、別にみんなね、32歳の声ってみんな同じなわけじゃない、小3の声も同じなわけじゃないけど、はい、でもニュアンス的にちょっと下げてとかみたいなのが、ね、ありますね。そうよという、はい、ここからやっぱ友達になりましょうか。そうです。え、じゃあ松勝さん、小3でどんな男の子がいいとかありますか？初めて、ほらおかしなこと起こるでしょ。あ、そっか、活発な子とか、ご両親しっかりしてる、習い事で収録埋まってるみたいな子から青っぱな垂らしてる子までいるわけですもんね。あ、じゃあ、はい、好きな子、逆に好きだから叩いちゃって嫌われるような難しいの来たな。そんな子いるじゃないですか。好きだからちょっかい出しちゃって、はい、それがなんか叩く的な方向だからすげえ嫌われちゃうみたいな。そういう、ありました、じゃあ、そういう小学校3年生。はい、はい、いきます。ねえ、友達になろうよ。ちょっと怒って言ってみる。はい、あ、なるほど。絡まってた。そう、すでに絡まってる。いいなあ、この感じがかんちゃんしかないんだよな。これもう女の子は行きましょうか。おい、女の子も言っていいんですか？ありますか、なんか希望は。じゃあもうぶっちぎりモテる子。はい。ねえ、友達になろうよ。どうなんだろう、どうですか、これいけてんですか？もう怖いのがね、一人でね、金役ができるレベルなんですよね。共通項がないところが改めて恐ろしいですね。すごい。これもうちょっと混ぜてみてもいいですか？真面目な、やっぱり男の子に戻してもらって、はい、すげえアホな音響監督みたいになってますけど、はい、性別男に戻してもらって、やっぱりちょっと塾いっぱい行ってる感じの子も聞かせてもらっていいですか？あ、頭ねえ、友達になろうよ。ジグ鳥肌が、ジグ言ってる。これってどうやって、何で持ってってるんですか、かんちゃんって。なんとなくその時の状況の距離感だったり、その相手の言う人への仲の良さだったり、あとなんとなく周りの風景こんなかなっていうようなのを荒くイメージしています。音程的な方向じゃなくて、あんまりそこは考えないんですよね。まあ男の子だとやっぱりどうしても下に持っていくのはありますけど、声質的なものこもらせたりとかっていう、喉の声の当て方の位置とか多分厳密に言えば違うんですけど、あんまり声のトーンをこう出そうっていうのは普段は考えはしません。できちゃうの、引っかかる、その当たる場所とか引っかかる場所っていうのはもう自然にできちゃうから、あんまり意識しなくていいんですかね。そこを意識するよりかは、そのさっき最初に言ったようなことを意識した方が勝手にその声になるっていう感じ。これ女の子の今の友達になろうよを、はい、ガンと下げて、僕の二度見したリホコキーも一回聞かせて。わあ、これできるかな。ねえ、友達になろうよ。
楽しみ、あれ聞くのがまたこの目視してないね、難しかったですね。いやいや、すごい、なんだろうこの感じね、はい、これあのちょっと普通では絶対ありえないこともちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、次のセリフがちょうどですね、またこれ学校っぽいんですけど、マサヤ先生ちょっとトイレ行ってきていいですか。これを例えば男子女子みたいなので、はい、連続で聞かせてもらうことって可能ですか。はい、では立て続けに、はい、マサヤ先生ちょっとトイレ行ってきていいですか。マサヤ先生ちょっとトイレ行ってきていいですか。これはもう本当に女性声優さんならではのね感じ、はい、多分男の子って称賛なんてトイレうんち大好きみたいな単語もう言うのなんかそんな恥ずかしくないみたいな、はい、なんならちょっと面白くなっちゃう自分がみたいな感じなんですけど、うん、女の子これ言えないよね、称賛言いたくないですね。そうなんだ、もうキャラクターというよりかも基本的に女子はそうっていうのを、まず基本装備そうですよね、言えないですよね、いやなんだろうこの感じは。なちょっと松下君もやってみようか。やってみよう。これはね、はい、僕もね長年のねすげえなーって思うところなんですよね、はい、でなんか自然とそう、まこさんがねおっしゃってたんですよ、はい、やっぱその時の昔の音響監督がそれこそ日本で初めてやった時の、はい、あの外観の吹き替えとかの時に女性の方が向いてんじゃないのみたいな話でこういうことになったらしいんですけど、はい、今男性でチャレンジする人いないですよね、この2015年でも。若い子もやったらいいのにって俺よく思うの。それはちっちゃい子供の時、男の子、はい、あー回想シーンみたいなので、はい、その青年が若かった頃ってなったら、はい、必ず女性のね違う人になる。そうですね、確かに。だからねこれはね何かね謎があるというかね、ここねすごくねコアな部分だなと思ってました。ちょっとじゃあ松下くんも、え、どれですか。友達になろうか。あ、友達。じゃあ気をつけることは、加藤先生どんな気持ちで言うかとか、はい、どんな女の子にしようかなっていうのをじゃあちょっと考えて。あ、めっちゃ緊張する。じゃあどっち、女の子から行く、両方行く、あ、男の子も行けそう。男の子はやったことないです。じゃあこれ滑るね。え、見事に滑ってみよう、滑ってみよう。女子男子で行こうよ。女子から女子男子だって滑った後もう多分心が折れてて喋れなくなってるの。わかります。はい、女子から3年生ぐらい。はい。ねえ友達になろうよ。ねえ友達になろうよ。お、あ、すごい良かった。顔真っ赤。すごい良かったですよね。ですか。やってみるとどう、何だった。え、なんか不思議な感覚です今、うんうんうん、でもあまりその男の子の声をやったことがなかったんで、うん、意外となんかちょっと低い声出るんだな、うん、でもあとやっぱ長文かな、これさ男子でさ先生ちょっとトイレも読んでもらっていい。本格的に始まってきました。長文はね多分ね持たないんだよね多分。マサヤ先生ちょっとトイレに行ってきてもいいですか。ほらこれ、これ僕の言ってたよく聞く女の子がやる男の子の感じ。あ、気持ちが先行しちゃう、なんか分かりますこれ。あのさ俺さみたいな感じによるの。なっちゃいます。なるね、はい、これ絶対なるね。今言ってて思います。そうそうそう、はい、あ、これがねないのかんちゃんは。そうですね、確かに。え、もう一回聞きたいですか。神田先生もう嫌です。そんなにハードルが上がった中で言うと嫌です。神田先生高いんですよ。今これまだあれですから、これ前奏ですから、